今大丈夫？さっき貴玉様から家臭府に来るよう連絡が来たの。待ってるね。新しい任務の依頼かも。それは後のお楽しみにしとくよ。すぐ行くね。今日はゆっくりお茶でも飲みながら話しましょう。どうぞおくつろぎくださいませ。私のおすすめの茶葉です。一風変わった味ですが、飲み慣れたらきっと美味しいですよ。どうぞ。いただきます。翔さんのところで飲んだのとまた違う深みがあって美味しい。翔さんもなかなかの腕前ですわ。龍華と言ってきたのですか？お二人ともすっかり旧域の生活に馴染んだようですね。最初は心配でしたが安心いたしました。ありがとうございます。実はお二人に折り入ってお願いしたいことがあります。旧域とハガードが共同研究中の AI サーバントプロジェクトはご存知ですわね。確か天蘭が担当している例の、どうかしましたか？ええ、近々プロジェクトの視察があり、我々の現地責任者も参加するのですが、天蘭さんが別の用事で行けないようなので、あなたたちに代わりをお願いできないかと。それは天蘭の推薦ですか？いいえ、私からのお願いです。でも俺たち AI サーバントに詳しいわけじゃないですし。ご心配なく、責任者の妙慶がちゃんと面倒を見てくれますわ。それと噂に聞いたのですが、シャーリーさんはご家族を探しているのですか？はい、兄のジークを。それなら実は有力な手がかりがあります。本当ですか？うちにはもう一人旧域の外から来た人間がいます。まさに外界の存在を証明してくれた最初の人間でした。ただ彼の正体に関しては本人も含めて誰も知らないのです。どうして本人も記憶がないということですか？その通りですわ。会ってみたいです。もしかしたら。それが先ほどお話しした妙慶なのですよ。お兄様を探すための何かしら手がかりになるといいですね。記憶喪失の原因は神宮の方で調査中ですが、今のところ時空転送による影響だということしか分かっていません。彼はおそらくかなり長い間時空の歪みの中をさまよっていたのでしょう。そして諦めにも近い試みを幾千万と繰り返した末に、ようやく偶然旧域にたどり着いたのだと思います。その過程でどれだけ精神をすり減らされたか想像を絶しますわ。それじゃあ記憶を取り戻す方法は？さあ、推測や憶測では解決法も模索しようがありません。もしも私だったら、自分が何者かという戸惑いに圧倒されてきっと耐えられなくなってしまいます。そして手がかりを探そうとすればするほど、もどかしさに苛まれて心の傷は
深まっていくばかりでしょう。なぜなら自分の過去は旧域には存在しないのですから。何をしてもトローだと気づいて余計に辛いでしょう。でも妙慶と縁のある人間ならきっと記憶を引き出す鍵を持っているはずです。ただその時は妙慶にとっては辛い経験になるかもしれませんわね。それはどうしてですか？妙慶は自分の過去に異様に執着しています。時々意味のわからない記憶の断片を思い出して苦しんでいるように見えました。だから事実によっては逆効果になりかねません。どうするかはお二人にお任せいたします。彼は旧域にとっても大事な人です。どうか二人の存在が少しでも彼の助けになりますように。お茶が冷めてしまいましたわね。おかわりはいかがですか？あ、はい。改めて貴玉様のお心遣いに感謝します。いえ、うまくいくといいですね。明日の予定が送られてきたよ。妙慶さんと小古楼で待ち合わせみたい。妙慶さん、本当にお兄ちゃんかな？どんな顔をして会えばいいんだろう。どんな姿になってるのか。本当にジークだったとしても旧域に来る前の記憶はもうないんだよな。私たちのこともわからなくなってるってこと？その可能性が高いだろうけど、会ったら思い出してくれるかもしれないよ。うん、そうなってほしい。悲観的にならないようにしてるけど、どうしても最悪の時のことを考えてしまう。もう赤の他人になってるかもしれないって。どうなろうとそばで支えるよ。でもやっぱり明日が来るのが怖いわ。夢に見たお兄ちゃんとの再会、みんなでアストラ島に戻った後の日々を何度も想像したわ。お兄ちゃんがまたシェルターのリーダーになって、パウルさんの酒癖が治って、二人でまた一緒に遺跡を探検したり。そういえば遺跡探検もまだ途中だったね。どんな秘密があるか気になるな。私が単純すぎるのかな。そんな簡単に行くわけないのに。私って全然成長できてないよね。シャーリーはあの平和な日常を取り戻したいだけ。俺だってそうだよ。だけどもうダメなんだね。お兄ちゃんは全部忘れて赤の他人になっちゃったんだ。ここに来るまでの旅とか新しい仲間たちのこととかいっぱい話したかったのに、会っても何もわからないだなんて。それでもきっといつか思い出してくれるさ。うん、それにお兄ちゃんじゃなかったとしても何か力になれたらいいね。外の世界のことを教えたり仕事を手伝ったり、それくらいしかできないけど、せめて妙慶さんには幸せになってほしい。私頑張って気持ちの整理をしておくね。今から悩んでも仕方ないもの。明日になればわかるんだから。そうだね、また明日考えよう。Thank you.
ちゃんだわ。ここにいたのね。間違いないわ。本当にジークだ。お兄ちゃん、目の前に立ってる。やっと会えた。今度こそ夢じゃないよね。どうしよう、なんて言ったらいい。私たちのこと覚えてなかったらどうしよう。大丈夫、何があっても一緒に向き合うよ。ごめん、私興奮しちゃって。少し落ち着くね。ゆっくりでいいよ、シャーリでは、そのように処理を頼む。くれぐれも安全第一でな。はっ、妙慶様。こんにちは、妙慶さん。エクセキューターさん、シャーリーさん、どうも。シャーリー、勝利。はじめまして、妙慶さん。お会いできて嬉しいです。こちらこそ。天蘭さんの仕事を引き継いでくれてありがとう。では、視察の手始めにAI サーバントに関する知識をいくつか紹介するよ。旧域の AI サーバントには戦闘アシスタント型と民間サービス型の2種類がある。戦闘アシスタント型の方は現在生贄に学習と調整を任せてある。これによって生贄の死亡率の大幅な低下と戦況を改善するのが狙いだ。はい、それは聞いたことあります。民間サービス型は一種の生活支援ロボットだ。近日中の一般販売を目指している。こちらは特に開発スケジュールが切迫していて、今日はまずその視察に同行してもらいたいんだ。ここまでで問題はなさそうか。はい、妙慶さんについていきます。わかった。研究所は華州四国にあるからすぐに出発しよう。ちょうだいって言ってるの。いた、やめて。ああ、逆逆、こっちじゃない。うわあ、ぶつかる。はあ、本体素材も変えようかな。ああ、妙慶親分じゃなくて妙慶様、お早いご到着でしたね。もうちょっと片付けをしてから皆さんをお迎えしようと思ったのに。また騒動の後始末か。またってじゃなくて、別に後始末じゃないですよ。この間のは事故、たまたまです。そんな言い方しないでください。エクセキューターさんたちの前だし。はあ、ご本、皆さんお揃いのことだし、 AI サーバント研究室ツアーを始めるとしますか。その前に確認なんだが、本当に問題ないんだな。もちろん、とっくに準備万端ですよ。それじゃ出発しましょう。皆さんをあっと言わせちゃうぞ。妙慶様が前に指摘してくれた基本機能は改良済みです。そして今回はもっと実用的な機能を追加しました。例えば戦闘タイプの AI サーバントに護衛の機能があったら便利だと思いませんか。ターゲットの機器を探知した時、戦術ホログラムを自動投影して安全地帯まで護衛できるようにしたんです。早速実演してみましょう。 A515、
私に戦術ホログラムを投影して。緊急モードオン。たぶん玄武様がいると安全すぎて起動できないのかも。とにかくこの画期的な改良によりパトロール中の非戦闘員保護も可能になるんです。ああ、それから長期戦が多い生き餌たちの食料問題を解決するために食料合成機能を追加しました。食べたいものを言えば AI サーバントが自動で原材料を調達して美味しい非常食の出来上がりです。事前に材料を用意しておいたので実演しましょう。ふふん、エナジー団子を一つお願い。青りんご味がいいな。ああ、これはあくまで実用性重視なので見た目はあまり期待しないでくださいね。予定ではちゃんと団子の形になるはず。ちょっと鳥の卵に似てるけど。卵を産むイメージ。レパートリーはこれから増やします。乞うご期待を。もうすぐ出来上がりです。加工工程が複雑すぎてまだ時間がかかりそう。それもかなりの。先に他の場所を見て回ります。あはは、手作業は時間がかかる。もし猛獣が村を荒らし回っていたら AI サーバントはどう対処するべき。よし、はじめ。これは、ふふん、史上最強の音声学習モジュールを実装したんです。いろんな音源を状況に合わせて臨機応変に出力できるんですよ。うおーん。例えばこんな風に野獣の雄たけびを流しておけば村に侵入してきた野獣たちを傷つけることなく帰ってもらえるでしょう。なかなかだな。しかも応用次第では民間の話芸や歌劇の催し物でも活躍してもらえそうです。じゃあ早速リンチャをアシスタントモードで試してみましょう。何を流してくれるかな。きっと今から残業するって時でも仕事の疲れが吹っ飛ぶような音楽だと思うな。本当は遅くまで働かないでほしいんだが。うわー、リンチャをまずいことになったかも。システムの致命的な欠陥が見つかったの。大至急確認するけど、リンちゃんも気をつけてね。ん？伝言にも使えます。次に行きましょう。こっちこっち。一見何の変哲もない普通の AI サーバントですが、実は司令官なんです。自律制御力高いため状況を判断しながら最適な作戦を指示することができるのです。事前に手下を割り当てるだけでじゃじゃん、 AI サーバント招待の誕生です。面白い設計だ。これも実演できるか。もちろん。 AI サーバント司令官起動。脅威を排除せよ。何も起きてないですよね。ご本、これも脅威が足りないせいかな。視察はこの辺にして今期の開発日誌を回収させてくれ。はい、案内します。二人は自由に見学してていいですよ。じゃあ適当に見学しよっか。
ようこそ。ん？ AI サーバント執事の堂堂です。研究室へようこそ。ここの AI サーバントは全て私が統制して。失礼いたしました。 AI サーバント1体のシステムエラーを検知、地下の重要エリアに向かっているようです。被害が拡大しないように力を貸してください。ごめんなさい、位置情報を特定できません。手分けして探しましょう。どうですか？日誌もだいぶ上手くなってませんか？アイディアをたくさん持っているのは素晴らしいが、実現性も考えた方がいいんじゃないか。さっきの実演でも正常に作動しなかっただろう。それは機能を追加しすぎたせいで処理エラーが起きたんです。それも改善します。本当に大丈夫なんだな？ううん、大丈夫です。信じてください。基礎機能と応用性を兼ね備えた夢のような AI サーバントを作ってみせますから。開発段階にはトラブルがつきものです。ベラの研究資材もありますし、完成品ができるまでには解決します。納期もご心配なく。私ここで寝泊まりしてるので、起きてる間はずっと仕事してます。重要エリア付近に信号を検知。早く捕まえてください。重要エリア、何かあるんですか？重要エリアには重要なものがあります。大変なことになりました。早く林長様に知らせなければ。何としても死守するのです。
何があったの？あなたたちもいたんですね。司令官が制御不能になって捕まえる手伝いをしていたんです。司令官？じゃあ、あの部屋荒らされちゃってない？いえ、まだです。はあ、東堂も大丈夫そう。後片付けはこっちに任せてください。さあ、こんな散らかってる場所より次に行きましょう。機能実演はこれで終わり。もちろん今後も新しい機能を追加予定です。楽しみにしててください。期待している。では今日の視察はこの辺にしよう。次の予定があるんだ。わかりました、妙家親分。私も作業に戻りますね。話して、それは本当に押しちゃダメ。いやー、なんだか騒がしいですね。確認してみよう。妙慶様、どうしましたか？何か落ちる音がしましたね。いや、何か起きたのかなと思って。大丈夫ですか？なーに、ちょっとしたトラブルですよ。すぐに解決してみます。大丈夫。凛ちゃん様、 C エリアの AI サーバントが通信不能になりました。でも今は人手不足で捜索人員を送れません。私が直接赴くしかないよね。ですが凛ちゃん様、他にも未処理の問題が大量に残っています。何があったんだ？さあ話してくれ。ごめんなさい、妙慶親分。まさかこうなるとは。一人で対処できると思ったのに、迷惑をかけるつもりじゃなかったんです。もう少し時間をくれれば。それより問題解決が優先だ。俺も手伝う。わかりました。実は命令の実行精度を上げるために新しい論理回路を開発したんです。AI サーバントの能動知性をアップグレードしたかったので。これで周囲の潜在的な要望を予測して完璧に解決できるようになるはずでした。例えば道具が欲しいと思って道具箱に手を伸ばすとするじゃないですか。そこで AI サーバントが道具箱を持ってきたら一心伝心でしょ。だけどシステムバグのせいで知能レベルが行き過ぎてしまったみたいで、見ての通り実験室をすっかり荒らされてしまいました。しかも危うく今起動中の全 AI サーバントと自動同期されるところでしたよ。それは私が止めたからいいんですが、民間人に提供したテスト用の AI サーバントと連絡が取れなくなってしまってまずいんです。早急な対処が必要なのに。人手が全く足りません。 C エリアって金彩市場のことなんです。 AI サーバントに市場の仕事を手伝わせれば有益なデータを収集できると思ったんですけど。逆に市場を荒らしている可能性が高いな。いや、もう少し希望的観測をしてもいいかと。俺が直接市場に行って確かめよう。その代わり君は他の後始末をちゃんとしてくれ。妙慶様、ありがとうございます。今度こそ本当に反省してます。午後までに反省文を提出しますね。まずは今回の件を解決しよう。
すまない。そういうわけで少し抜けなければならなくなった。妙慶様、よければ俺たちも手伝いますよ。それは助かる。オンに切るよ。それと、様はやめてくれ。俺にとって玄武の地位は単なる肩書き。それ以上でもそれ以下でもない。だが他人にとっては違うのだろう。肩書きのせいで疎外感を感じてるんですか？あまり上下関係にとらわれないざっくばらんな関係に憧れてるのかもしれないな。俺にはそういう友人がいないから。なぜこんな話を。あ、つまりその敬語も様もいらないってことだ。分かったよ。妙慶さんって呼んでいい？ああ。では本題に戻って、今日は先に金彩市場に向かおう。まあこうなることはなんとなく予想していたが。さっきの音を聞いた時からもう分かってたんだね。まあな。凛ちゃんは思いついたアイデアをすぐに実現しようとする、才能も行動力もある立派な研究者だ。機能を追加するときに全体設計を無視しがちだが、プロジェクトは確実にいい方向に進んでいる。ただ成果を出して認めてもらいたい気持ちはよくわかるが、もう少し他人の力を借りることも覚えてほしいものだ。助けを求めることも成長の一環だよね。それは今後に期待しよう。さあもうすぐ市場だ。あれか？そうそう、なんだか知らないけどいきなり動き出したんだよ。じいちゃんたちと違って足が速いからぶつかったら絶対痛いぜ。君は大丈夫か？怪我は？走りすぎて息が切れちゃっただけ。休めば大丈夫だ。はあ、あいつらいつになったらバッテリー切れするのかな。そこまでは待てないさ。俺たちに任せてくれ。止まれ！やった！捕まえたぞ！ようやくおとなしくなった！でも意外とのろかったよ。凛茶お姉ちゃんに改良が必要だって言わないとな。のろま3号、のろま4号って呼ぼう。のろま家族だ。1号と2号は？じいちゃんのところにいるよ。見ればわかる。
どうしたんだろう。どうしたのかな。最初から起動してなかったみたい。庄司、邪魔をするよ。おお、友達と来たか。一杯飲んでいっとくれ。元気しとったか。ありがたいが、また後にする。今日は用件があって来たんだ。凛ちゃんが持ってきたこいつらのことか。商売を手伝ってもらえると言われたが、操作の仕方がさっぱりでな。じゃが面白そうだし、とりあえず店前に置いとるんじゃ。故障してるみたいだな。俺が修理しよう。それには及ばんよ。特に困ってるってわけじゃない。後で凛ちゃんに直接聞くさ。俺は AI サーバントプロジェクトの責任者なんだ。これくらい手伝わせてくれ。私も手伝うわ。昔アーシャで兄が AI サーバントを修理するところを見て勉強したの。わかった。もう一つはシャーリーさんに任せよう。君たち見かけない顔だね。妙慶に新しい友達ができて嬉しいや。修理が終わったらここで一休みしていきなさい。茶ならいくらでもある。好きなだけゆっくりしてってくれ。ありがとうございます。そうしたい気持ちは山々ですが、今日は難しいかもしれません。これが終わったらまた次の仕事があるんです。もしやまた凛ちゃんがやらかしたのかい。子供の時から見とるが全く変わらずじゃ。あの子は昔から奇想天外な発明家気質でな。いつもヘンテコリンな発明をしては必ず何かトラブルを起こしていたもんじゃ。騒動だってもう何度目か。そのせいで研究所で冷遇されていた時期があるらしい。だが妙慶だけは彼女の才能を見込んでプロジェクトの責任者に取り立てたんじゃ。そうでなければ今も雑用係をやって泣きべそを書いていたろう。なるほど。妙慶は凛ちゃんの悪い癖も気にかけてしょっちゅう手伝いに来てくれる。さすがは人級の出身といったところか。寡黙に見えるが実は人情深い男なんじゃよ。ただ責任感が強いのは良いことだが、自分のことがおろそかになっているんじゃないかと心配でな。この間もお茶を飲みながら何かで忙しいって言っとったな。はって何じゃったか。こりゃもう年だ。妙慶に言ってやってくれ。若いからって体を酷使しちゃいかんとな。もちろん君らもじゃぞ。ありがとうございます。後で伝えますね。レンチはないか、シャーリー。あ、探してみる。シャーリーさん、すまない、自分で取るよ。よし、これで大丈夫だ。え？ちょっと昔のことを思い出しちゃって。私のお兄ちゃんも AI サーバントを修理してて、完成した時に同じことを言ったの。そしたら次の瞬間 AI サーバントがバラバラに崩れちゃったのよ。それってミアのこと？そうそう、今日は来られなかったけど今度妙慶さんにも会わせてあげたいな。君は家族とのそういう些細な思い出を全部覚えてるのか？全部じゃないけど、特に面白かったから印象に残ってるの。大切な思い出なんだな。だが今回はバラバラに崩れないはずだ。庄司、 AI サーバントの修理と設定が終わった。これでだいぶ手が空くようになると思う。本当か？ちょうど今晩お祭りに屋台を出そうと思っとったんじゃ。一人じゃ手が回らんからどうしようかと思っとったが、これで解決じゃ。君らもよかったら見に来んかね。残念だがまだ仕事が残っているんだ。
また仕事仕事、いくらやってもキリがないじゃろう。せっかくの祭りにお客人を招待しないのはもったいなかろう。ランタンをあげたり花火を見たり、特に若い者はそういうのが好きだろう。疲れたらここでお茶を飲みながら休むといい。それもそうだな。君たち興味はあるか？流域のお祭りって何をやるの？興味ある。妙慶さんに案内してもらえたら楽しそうだ。じゃあ後でお邪魔しますね。ああ、仕事頑張ってな。ありがとう庄司、また夜に来るよ。金沢市場の騒動が収まってやっと一件落着だな。それでは次の視察場所に行こう。誰か助けてくれ。今度は何の騒ぎ？見に行ってみよう。な、何がどうなってるんだ。おい、そこで見てないで早く元に戻してくれ。ありがとうございます。妙慶様たちが来なかったら俺は今頃も。大丈夫か？それよりこんな偏僻なところで何をしていたんだ？家に早く帰りたくて近道を使ったら迷ってしまったんです。
そしたら急に獣に襲われて、こいつらが獣を倒して俺をここまで護衛してくれました。じゃなかったらもう。だけどこいつらいつまでも俺の周りを取り囲んで帰らせないし、いきなりあの姿にされたんです。一体何がしたいんでしょうか。これは吸域の戦闘アシスタント型 AI サーバントだ。生き栄とはぐれてしまったみたいだな。叫び声に反応したのか、あるいは獣の足跡を見つけて君を助けに来たんだろう。君がこの姿になったのは、リンチャオが言ってた戦術ホログラムじゃないのか。あなたが襲われないように他の動物に偽装したのかも。ああそうかもな。一旦戦術ホログラムが発動すると、危険を完全に排除できるまでは警戒モードとなって偽装が解かれない。しかしもう少し柔軟な対応しても良さそうなものだ。何分開発途中の試作品だ。怖い思いをさせてしまって申し訳ない。ともかく怪我がなかったのが幸いだ。なるほど。研究室で一体何が開発されてるのか、みんな結構疑問に思ってたんですよ。だけどすごい機能。びっくりしたけど、もっと改良したら本当に便利そうです。それじゃあ俺はもう帰ります。獣が現れたらまた皆さんに報告しますね。この辺りはまだ危険だ。家まで送ろう。サーバント、申し訳ありません。本日は戦闘アシスト型 AI サーバントの訓練成果をお見せする予定でしたが、実は AI サーバントが勝手に実験エリアを飛び出してしまったんです。仲間が捜索に行ったのですが、妙慶様が先に見つけてくださったのですね。すぐに仲間に連絡します。本当にお手数をおかけしました。君たちのせいじゃない。 AI サーバントが制御不能になったんだ。それに訓練の成果はさっき拝見させてもらった。え、もうご覧に。猛獣に襲われた人を AI サーバントたちが助けてくれたの。猛獣？うちで追跡していたやつかもしれません。いきなり信号が消えたのは倒されたからなんですね。なるほど、納得しました。あいつらがそんなに有能だとは驚きました。困った人を自動で助けに行ってくれるのはありがたい機能ですね。ああ、我々が AI サーバントを開発するのは君たち生き栄の負担を軽減するためだからな。今日は予定外のことが起きたが、なかなかいい収穫が得られた。改善が必要な箇所は俺が林長に伝えよう。君たちは引き続き AI サーバントたちの訓練を頼む。もちろんです、妙慶様。我々も問題点を見つけたらすぐに報告しますね。ではこれで失礼しよう。協力感謝する。二人のおかげで本当に助かった。ありがとう。それにしても今日は問題ばかりだったな。早く林長に改良させないと。だけど戦闘アシスタント型 AI サーバントは結構役に立ったよね。それは確かに思わぬ収穫だったな。これならいつか暗闇との戦闘にも導入できそうだ。吸域だけじゃない、外の世界も同じような脅威に直面しているんだろう。そう、暗闇は俺たち共通の敵だ。であれば改良を急がなければな。今日の視察で完成の目処がつきそうだ。一時はどうなるかと思ったが。やっとほっと一息つけるね。そうだな、時間もあることだし、先に祭りの方に行くとしよう。よっ、ほっ。
早く並ばないとすごい行列ができそう。行ってみたい屋台はあるか？妙慶のおすすめは？もう地元の人だもんね。そうだな、祭りだから屋台料理やゲームは欠かせないんじゃないか。だが具体的に何があるかは実はあんまりわからないんだ仕事が忙しすぎてお祭りに行けなかったの？それだけじゃない。実は宮域についてはまだ知らないことだらけなんだ。ここで暮らしてからしばらく経つのに本当の意味で溶け込めてはいない。貴玉様から少し話を聞いたよ。ああ、俺は玄武として多くの責任と期待を背負っている。だが正直自分が宮域の人たちからどう思われているのかまだよくわからない。みんな歓迎はしてくれたが俺はその期待に応えられるだろうか。自分の過去も自分が誰かもわからない。だから時々自問自答する。こんな俺が玄武様と呼ばれていいのだろうかと。俺は玄武の使命を果たせるだろうか。後悔がないようにすればいいと思うよ。私も自分が誰かわからなくなった時期があったの。いきなり運命が変わって本来の生活を奪われて本当に戸惑った。だけど自分の心を信じて正しいと思う方向に進み続けたらきっと自分を受け入れられるようになるわ。もちろん私一人では無理だった。仲間が支えてくれたからこそどんな姿になっても自分は自分だって思えたの。だから妙慶も何も変わってない。一人の人間として成長しただけよ。そうだな。あまり一人で抱え込まないで。俺たちも力になるよ。ありがとう。こんな風に人と話すのは初めてだ。なぜだろうな、二人といると妙に親近感が湧いて落ち着く。実は俺たち、私たちも宮域の外から来てるからいろいろと共感できるのかも。だから何でもざっくばらんに話していいよ。うん、いくらでも話を聞くよ。ありがとう。だいぶ暗くなってきたな。これからどうする？わあ、ランタンが綺麗。ああ、この後ランタンに願いを込めて一斉に空に放つんだ。シャーリーさんも参加してみるか？せっかくだしやろうよ。じゃあ先に二人で屋台を回っていてくれ。あ、ランタン売り場は案の定長蛇の列ができてしまったな。俺はランタンを用意して飛ばせる場所を探してくる。それじゃあまた後で。さっきはごめん。わかるよ、まだ心の準備ができてなかったんだろ。うん、大丈夫、一緒にゆっくり時間をかけよう。うん、お兄ちゃんが全部思い出すまでまだ何も言いたくないんだ。貴玉様に言われたからじゃなくて自分でそう思ったの。記憶がない状態でいきなり自分の正体を聞かされたら人ごとのような気持ちになってしまうでしょ。二人の感情が昔のように戻らなかったらどうしようって。今日懐かしい声に話しかけられて絆が消えるどころかどんどん深まっていくのを感じた。その度にまた昔みたいに戻りたいという衝動に駆られてつい懇願したくなっちゃうの。本当は素直な気持ちをぶつけたいのに平気なふりをしないといけないのがすごく辛かった。この矛盾と苦しみをお兄ちゃんに味わわせたくない。だから今日はこれで良かったと思う。それにしてもお兄ちゃん変わってなかったな。ここでも堅物のままね。ん？お兄ちゃんはいつも冷静沈着でみんなに頼られるリーダーだった。お兄ちゃんは実際アストラシェルターの一人一人のことを気にかけてたの。だけどよく考えたらシェルターができた頃はお兄ちゃんもまだ小さい子供だったんだよね。お兄ちゃんは最初から強かったんじゃなくてみんなのために
強くなろうとしただけだったのかな。あの頃はこんなこと考えてみたこともなかった。こうやって再会してお兄ちゃんの本音を聞いてやっと少し分かった気がする。シャーリーも成長したんだな。成長しても二人の関係は変わらないよ。あとは時間に任せてお兄ちゃんが少しずつ記憶を取り戻せるよう私たちが支えてあげなきゃ。本当はもっと話したかったんだろう。ジークのところに行ってきなよ。俺は屋台をブラブラしてる。後で美味しいものを持ってくよ。ありがとう。賑やかだな。どうだい、お祭りは楽しいかい？バッチリだ。よかった、さっきは本当に助かったよ。このまま AI サーバントの改良が進めば暗闇全滅も夢じゃないな。そういえば姉貴を見なかったか？今日来てるはずなんだけど。探すのを手伝おうか？いや大丈夫だ、どうせ麺でも食いに行ってんだろうし。ただあまり姉貴を待たせると大変なことに。とにかくまた今度な。来たか。どうぞ一杯飲んでいきなされ。大盛況でな。少し時間がかかるかもしれないが。急がなくて大丈夫ですよ。それにしても妙啓が友達を連れてくるなんて初めてじゃよ。君たちが仲良くしてるのを見てわしも嬉しいのじゃ。あの子はあまり自分のことを話さないからな。悩みを一人で抱えて全く顔に出さないんじゃ。仕事が忙しすぎていろいろあるんじゃろ。だから君たちが現れてよかったよ。はい、分かってます。さあさあ、冷めないうちに召し上がれ。くれなかったら終わりだったわ。でもさすが私、リンチャオサーバントの機能は絶対に大活躍するんだから。機能を追加してよかった。さすがは我が自慢の大傑作ね。はあ、あんな完璧な設計は私にしか思いつけないよね。私に任せた妙啓様もさすがだわ。次はどんな改良をしようかな。あーごめんね、一人で喋っちゃって。興奮するとすぐこうなっちゃうの。今日は私のおごりよ、遠慮しないで。
ここよ。早く早く。みんなお願い事をしてるみたい。ランタンは願いを乗せたまま遥か彼方まで飛んでいくんだ。そして遠い空の旅を経て願いを叶えてくれるという。それじゃあ。チャーリーは何をお願いしたんだ？家族が団らんできて、失ったものを取り戻せますように。私はやっぱりこれかな。お願い事は口に出しちゃいけないんだぞ。そっちが聞いてきたんじゃない？願いが叶うといいね、シャーリー。妙慶は何をお願いしたの？俺？あ、もちろん。あ、ダメ。お願い事は口に出しちゃいけないんだよ。
Thank you.
悪ふざけも大概にしなさい。いや、助けて。これ、一体どうしたんだ。何をしたのか、ちゃんと自分で白状なさい。俺は無実だってば。とぼけないで。うちにあった卵がいきなり消えるはずないでしょう。それは腐ってたから捨てたんだよ。昨日買ったばかりの卵が一日で腐るわけないでしょ。全部食べたんだ。20個も嘘おっしゃい。暴力だ、助けて。ちょ、もういいだろう。ほらボス、お前も早く本当のことを言え。そうよ、じゃないと私たちもかばいようがないんだよ。卵は村に帰ってきたあの疫病神に投げつけてやったんだ。え、あの子のことか。チェンシンか、かわいそうに。またチェンシンをいじめたの。今すぐ立って謝ってきなさい。いやだ。まだ言うの。もう村にはいないもん。え、どこ行ったの。それはまた裏山の方に逃げてったよ。なんだって、このなんてことしてくれたのよ。早く探しに行かないと。大変、ホーソン長。孫さん、まあ慌てるな。聞くが、最後にチェンシンを村で見かけたのはいつなんだ。多分7時くらいだったかな。7時か、もう4時間も経ってしまっている。なんてことしてくれたのよ。俺は悪くないもん。この間あいつに石を投げつけられたから卵でやり返しただけだ。とりあえず手分けして探そう。無事だといいんだが。やっはっ。やれやれ。こんにちは、どうかしましたか。これは生き餌さん、お見苦しいところを。この村の近くに天空山荘という場所があってな、以前はそこで祭祀が行われていたんだが、神獣の金運が闇鬼に取り憑かれてしまって以来みんな気味悪がって誰も寄りつかないんだ。チェンシンはまさかあそこへ。何か事情があるのでしょうか。話せば長い。チェンシンはな、5年前にいきなり現れて、村の東に住む王さんが面倒を見てきたんだ。それまでどこにいたのかは誰も知らず、王さんも言いたがらない。しかし最近、裏山から降りてくる人影が王さんの家に戻っているという目撃情報が頻繁に寄せられているんだ。裏山って天空山荘がある場所ですよね。変だろ。あそこは長年遺棄されて、最近じゃ恐ろしい噂しか耳にしない。大量の闇鬼が潜んでいるだとか、旅人が行方不明になったとか、研究所で人体実験が行われているだとか。噂の出所は不明だが、チェンシンが裏山に出入りしているのはどうも確かなんだ。チェンシンはよく裏山に行くんですか。山に出入りする人影はもっとずっと昔から目撃されている。まだ幼かったチェンシンには無理なはずだ。だが最近は王さんもご高齢で手に負えなくなって、外出の頻度が増えたようなんだ。そして先月、チェンシンはとうとう失踪してしまった。嫌な予感がして裏山以外手当たり次第探したが、
やっぱりどこにもいなかった。結局生き霊が出動しても見つからず、今回いきなり帰ってきたものだからみんなびっくりしてるんだよ。裏山に何かあるのは確かですね。ホー村長、村の周辺は任せてもいいですか？俺は裏山の方を探してきます。それはありがたい。みんな、
気がついた？気分はどう？黄色？私、ここは…まだフラフラするのね。もう少し休んでて。ランさんは初めて蜃気楼に入るので神経接続に時間がかかります。耳鳴りやめまいが長時間続くようでしたら教えてください。もう一度身体検査を行います。わかったわ。ご苦労様。いいえ、ヒーロ様のお役に立てて光栄です。蜃気楼の副作用についてはチェンジー様も懸念されていました。神経接続が終わってもしばらくは休ませて経過観察するようにと。じゃあランには私が付き添ってるから大丈夫だって伝えておいて。仕事に戻っていいわよ。かしこまりました。少し良くなった？立ち上がって歩いてみてもいいかも。気分が悪くなったらすぐに教えてね。うん。慣れてきた？じゃあチェンジーお姉ちゃんのところに連れてってあげるね。チェンジー？忘れたの？蜃気楼の主任研究員。今回は彼女に会いに来たのよ。心配しないで私の後についてきてね。ラン、かしこまらなくていいわ。それよりチェンジ、ちゃんと計画通りに進んでるのかしら？燃料供給モデルを構築したおかげで X1 ケガレクサの第217回生成実験は無事成功しました。引き続き機械による量産を試みています。しかし機械本体の生成効率不足によりエネルギー波動の増幅効率が不安定になっています。目下解決方法を模索中ですが大変申し訳ありません。ええ、それは報告書で読んだわ。あなたならきっと解決できるって信じてる。ありがとうございます、ヒーロー様。口約束だけではなくちゃんと計画書通りの成果を上げるつもりです。張り詰めすぎよチェンジ。すみません、ヒーロー様。いくら幻影球全体が緊張状態でもその子に無理をさせるのはあまり良くないと思うわ。ヒロ様、名前は何て言うの？チェンシンです。チェンシン？チェンシンは移しようを意味します。無境から目覚めることを願って。その子のためにも少し休んだ方がいいんじゃない？はい。ん？どうしたの？なんでもない。もしここが退屈だったら外に遊びに行ってもいいわよ。うん、いいの？
ヒーロー、お姉ちゃん。ただし、みんなの邪魔にならないようにね。ランさん、ここより先は立ち入り禁止です。でも、さっき他の子供が入ってったよ。困りますよ。ずっと見張ってますが、誰も入ってませんよ。え？ちゃんとこの目で見たのに。どうかしたの？いえ、ヒーロー様。きっとランさんの勘違いか何かでしょう。他の子供がいるのを見たとのことですが、この研究所の性質上、そもそも一般人がたどり着くのは不可能ですので。それは迷惑をかけたわね。とんでもない。まだ遊び盛りの年頃なので仕方ないですよ。安全上の問題さえなければ大丈夫です。一緒に来てもらえる？ヒーロー姉ちゃん、あの頭はまだ痛い？もう大丈夫。はい。これを飲み込まないように口に含んでみて。楽になるわ。さっき子供を見たって言わなかった？うん。だけど子供なんていなかったし、他の人も見てないって。世界の移り方は一様じゃない。その人の出身や持っている知識に左右される。だけど一つだけ言えるのは、知れば知るほどそれだけ背負うものも増えてしまうのよ。今はこの実験室が新鮮で、見たものが全て真実であるような気がするかもしれないけど、本当に全てを背負う覚悟はできてる？できてるよ。じゃあちゃんと目を見開いてよく観察してごらんなさい。さっきの飴はちゃんとしまった？うん、ポケットに入れたよ。なくさないでね。体調が悪くなったら舐めるといいわ。ねえねえ、ランさん、ランさん一つ聞きたいことがあるんだけど、他の人には秘密にしてほしいの。他の人？ヒーロー様が好きなお茶の銘柄って知ってる？あとお菓子も。それは。バカ、適当に答えればいいでしょ。あ、ダメだよ。ダメじゃないわよ。実は私、近頃お疲れのヒーロー様のためにこっそり贈り物を準備したの。誰にも言っちゃダメだよ。え、でも。あの人には見えてないの。嘘。嘘って何が？あのヒーロー姉ちゃんは鉄切りが好きだよ。鉄切り？そう、鉄切り。さすがはヒーロー様、好みも上品だわ。しかも鉄切り、お茶の趣味まで特別なんだね。ありがとう。このお花あげる。どうかヒーロー様には言わないでね。二人だけの秘密。あ、うん、じゃあまたね。うん、バイバイ。やっぱり見えるのね。あなたはチェンシン？中で話そう。他の人を驚かせないように。大丈夫？どこか悪いの？大丈夫。あなたは幻影球の人？幻影球？違うよ。麓の村の人に頼まれて君を探しに来たんだよ。ごめん、まだ帰るわけにはいかないの。ここでやらなきゃならないことがあるから。何をするの？ここは幻の中なんじゃないの？
関係ないでしょ。でも村のみんなも心配してるし、カシューの生き餌まで出動して大騒ぎになってるの。こんな危険な場所に置いていけないよ。何度も来てるけど、そんな噂されてるほど怖い場所じゃないよ。あなたも外の装置を通ってこの蜃気楼に入ってきたのよね。そうだよ。実はここを出る方法は私も知らないんだ。強制終了でもしない限り、システムが自動終了するまであと6時間は閉じ込められないといけないの。6時間？そう、時間になれば勝手に外の世界に戻るから、村のみんなに私は大丈夫だって伝えてくれないかな。あ、待って。チェンシン、大丈夫？まさか蜃気楼の副作用。ねえ、この飴を口に含んで。今のは何？ヒーロー様がくれた飴だよ。蜃気楼システムにいる時のめまいを和らげてくれるって。ありがとう。ここに来すぎたせいかな。最近はシステムに接続するたびにどんどんめまいがひどくなってる。そんな無理しちゃダメだよ。ここに来た理由を教えて。力になるよ。私はただ真相が知りたいだけ。ここで行われていた実験の内容、そして私のお母さんシェンジーの過去をね。この元凶はその唯一の手がかりなのだけど、研究所で起きたことは再現できても私が入手できる情報には限りがあるみたい。それとさっき見た通り、私はここの人間には見えないし、過去の出来事には一切干渉できない。でもあなたは違うよね。私？装置入力画面でアカウントを選ばなかった？それはランさんのアカウントよね。既存のアカウントにログインするには特別な権限が必要なはずよ。私も試したけど全部失敗したから。おかしいな、特に承認は求められなかったのに。あなたもしかしたら。まあいいや。それより力になってくれるって言ったよね。一緒に来て。ケガレクサの培養室だよ。ケガレクサ？暗闇の力を吸った植物は特殊な形に変異して幻覚作用を持つようになるの。ん？どうしたの？ううん、ほぼ想像通りだったわ。ここに載っているのがケガレクサの培養記録と生態資料。これはエネルギー変換率の記録表よ。ケガレクサを培養するのは実験に必要だから？その幻覚作用で使った大規模な元凶が蜃気楼？うん、研究所の最終目的は蜃気楼計画だけど、お母さんたちが何を犠牲にしたのか、それが知りたいの。隣に行ってみよう。ランさん、ここは入れません。どうして？それは申し訳ありません。こちらでは完全防音の作業が行われているため
部外者は立ち入れません。作業ってどんな？それは言えません。わかった。どこも入れなくてつまらないな。そうよね。ここで行われている実験は極秘だから、権限が与えられたヒーロー様とチェンジー様以外はいろいろと制限がかけられてるのよ。それに危険な実験設備も多いし、実験室の入り口はチェンジー様の部屋の制御台からしか開けられない仕様になってるの。だから探検のしすぎは禁物よ。そうなんだ。わかった。ありがとうね。じゃあ私は仕事に戻るね。また後で。ランさん、ここで何をしてるんですか？ヒーロー姉ちゃんが好きに見学していいって。それはどうしたの？制御台が起動されて駆けつけたらランさんがいたのです。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ないわ。とんでもないです。何もないならよかったです。私たちはこれで失礼します。ええ、ご苦労様。私、あの部屋には汚れ草から暗闇の力を生成するための精密機器が保管されているの。安全地の範囲内とはいえ、限界量を生成している分、ほんの少しの誤差でも大災害を引き起こしてしまう。だから警備も人一倍厳しくなっているのよ。それってチェンジ、お姉ちゃんは危ない実験をやってるってこと？暗闇の力という禁断の果実に手を伸ばす以上、代償はつきものよ。だけどそれは私もチェンジーも承知の上、小さな代償で大勢の吸引の人の命を救えるなら、おのずと結論が出るわ。うん、わかった。じゃあ好きに見学してて。何か興味を引くものが見つかるかもしれない。今ヒーローが来てたよね。大丈夫だった？大丈夫。実はさっき護衛が駆けつけてきた時、ヒーローが助けてくれたんだ。よかった。じゃあ先に私の発見を話すね。あの部屋では汚れ草からエネルギーを生成して圧縮することで蜃気楼に動力源を提供しているの。でももしかしたらエネルギーの生成可能量が限界値を超えそうなんじゃない？うん、演算式を調べたけど需要が急激に増加しているの。蜃気楼の維持には
莫大なエネルギーが必要なんだろうね。ただでさえ限界値ギリギリなのに、これ以上生成量を増やさなきゃいけないとなるとリスクが。もしかしたらそれが研究所の崩壊とお母さんの失踪に関わってるのかもしれない。次はどこ行くの？まず先に確認しないといけないことがあるの。蜃気楼計画の真の目的？うん。研究所ごと爆発する危険を冒してまで幻覚作用がある汚れ草を培養してるのも、極限までエネルギーを生成してるのも、全部この巨大な元凶を維持するためでしょ。でもどうしてこんなことをする必要があるんだろうね。そうだね、ここまでする理由は何だろう。あと少しで全部がつながりそうだけど、最後のピースが足りない。だから今から最初の実験室に戻ってあることを確かめようと思うの。あなたは北西にある資料室を調べてきてくれない？資料閲覧する権限はあるはず。分かった。ありがとね。もうすぐ真相にたどり着けそう。チェンシン、おかえり。うん。どうしたの？なんでもない。何かわかった？うん。資料室にはこの研究所の歴史とこれまでの全ての研究資料が保管されてあった。その中である単語が目についたんだけど、反闇鬼か。おそらくこれが全ての根源だと思う。暗闇の力に感染した者は意識を失うだけじゃなく、敵にも操られてしまう。まさに歩く屍だよ。だから反闇鬼化の研究は急速に進められてきた。そして研究は死者を蘇らせることを目的とする学派と、虚構空間内で闇鬼の精神だけを取り戻すことを目的とする学派に分かれたんだけど、後者の学派の創始者が。そう、チェンジ、私の母よ。心配しないで。反闇鬼化の精神逆転実験だなんてすごく大事なテーマじゃない？立派なお母さんを思ってるんだね。優しい言葉をありがとう。さっきの実験室は被験者の一時保管場所だった。何度も上書きされた被験者名簿には生前の履歴や家族情報が全て抹消され、標本番号だけが記録されていた。なんとか自分に言い聞かせたわ。あの人たちは自分で実験に志願したんだって。そしてこの蜃気楼という巨大な元凶を構築しているのは、巨大な精神の楽園を作ってみんなを苦しみから解放するためなのかなって。でも
もし死んだ闇鬼で人間を蘇らせるつもりなら、あの被験者たちは一体どうなったのかな。ヒーロー姉ちゃん、反闇鬼化は吸域に必要な研究なの。家族を闇鬼にされた民にとっては、闇鬼として殺してもそのまま放っておいても幸せな結末にはならない。それだけじゃないわ。闇鬼化した兵士たちは敵に操られ、味方に刃を向けるようになってしまう。かつての仲間や家族が殺し合う悲劇は繰り返してはならないわ。それがこの蜃気楼が作られた理由よ。そして今日も幻影宮の管轄のもと、秘密裏に研究を行い続けている。いろんなものを見てたくさん疑問が湧いたでしょ。チェンジンに会ってきなさい。あなたの欲しい答えがそこにあるかもしれない。ヒーロー様が実験内容を全てあなたに開示する許可を出したわ。いよいよ本格的に関与させる気になったのね。ついてきて。ここは被験者の意識をアップロードする部屋。あなたが経験したように精神接続を行うことで蜃気楼に入るの。装置は好きに触っていいわよ。もうずっと使われてないから。意識をアップロードするのは反闇鬼化実験のために？ええ、そうよ。ヒーロー様の言った通りね。本当に頭のいい子だわ。反闇鬼化の研究は最優先事項だから、どんな手段を使ってでも成功させなければならないの。被験者を育てるための苗床が蜃気楼なら、汚れ草はその肥料だと言えるわ。心の準備ができたら私のところに来て。チェンジお姉ちゃん、ここが闇鬼標本室よ。後の案内は研究員に任せたわ。チェンジ様、ランさん一緒に来てください。こちら315号、男性成人体。外界の影響を受けやすく、かつ破壊力が高いため、実験中は薬剤を一定量希釈して投与していました。下の階に原料室があります。見学しますか？原料室？はい、外部から運ばれてきた原料はそこで保管され、身体データが基準を満たし次第次の実験プロセスに進みます。ご案内します。チェンシン、言ってて少し一人になりたいの。シンジ様、367号の細胞活性レベルが基準を満たしていません。分かったわ。
規定通り処理して。手厚く葬って。317号女性、目立った外傷なし。脳波も非常に安定しているため貴重な実験材料と言えます。では点検を再開しましょう。7時前に不良個体を全部排除して。チェンジお姉ちゃん、これは何？兵士の気象よ。ここにいる被験者はみんな戦場から運ばれてきたの。地獄を見ながら亡くなったのでしょう。反闇鬼化の実験を行う限り犠牲はやむを得ない。最初から覚悟していたことよ。彼らへの弔いだなんて言うつもりはないわ。ただ実験の代償と罪の重さを忘れないよう自分を戒めたいだけ。まだ幼いのに嫌な気持ちにさせてごめんね。でもこれだけは信じてほしい。私たちがやってることはより大勢の幸せのため、今も前線で戦ってる人と後の世代のためだって。チェンシンのため？チェンシンには名前の意味する通り、この蜃気楼とは無縁の闇鬼も戦争もない世界で、母親の罪を背負うことなく健やかに育ってほしい。ごめんね、こんなことまで話しちゃって。ここは低温度の密閉空間だから体調が悪くなってしまうかも。他の部屋を見学していいわよ。わかった、ありがとう、チェンジお姉ちゃん。もう全部見たわね。ここで行われている研究は旧域の社会には受け入れられないかもしれないけれど、私もチェンジーも責任を果たすためならどんな非難も背負うつもりよ。だけどもし研究が失敗したら？それは後世の評価に委ねましょう。結論は未来の人間が過去を振り返った時に下すものだから。だけどキロに立たされた当事者が正しい選択をするのは難しい。力と責任が増えるということは、それだけ多くの人間の運命を握ることになり、一つ一つの選択の重みも増すの。研究所のみんなもそう。私とチェンジーを信じてこの危険な実験に命を懸けてくれた。だからどんな結末になろうと責任を取る覚悟はできてるわ。あなたもいつか選択する側の立場になったら、大勢の希望と幸せを一身に背負うことになる。旧域、ひいては人類全体のために。それまでにどうか心の準備をしておいてほしい。旧域と人類のため。言って、まだやることがあるのでしょう。一粒なんだ。どうしよう、人を呼んでくる。その必要はないよ。ありがとう。実はね、人生で飴を舐めたのはあれで2回目だったの。チェンシン、
私は小さい頃からお母さんがいなかったの。同い年の友達で集まった時、みんなお菓子や飴が入ってる巾着袋を取り出してお母さんに縫ってもらったっていうの。だけど私だけ何も持ってこなかったから、お母さんいないのって聞かれて、とっさにお母さんは仕事に出かけてるって答えちゃった。明日帰ってきたら全員に飴をおごってあげるって。みんな笑いながら走り去ったわ。私は帰り道一人で泣いた。でも家の門を開けたら、なんとお母さんがいたの。飴とお菓子をいっぱい詰めたカゴを持って、絵本を読んでくれて、この翡翠をくれた。お母さんにもう行かないでって懇願したわ。でもお母さんは何も言わず、翌朝夢が覚めた。飴を持ってみんなのところに行ったけど、お母さんにもらったって言っても誰も信じてくれなくて、しかも泥棒みたいな扱いをされた。あれ以来一度も飴を食べてないの。チェンシン、実はさっきまたあなたのお母さんに会ったんだ。自分が犯した罪とは無縁の研究所の外の世界で自由に育ってほしい。お母さんはそんな願いを込めて、研究とは反対の移しようを意味するチェンシンという名前をつけたんだって。あなたのお母さんがしたことは悪とも善とも言えない。だからせめて自分が見聞きしたことをありのまま伝えたいと思う。暗闇との長年の抗争で多くの死傷者を出してきた旧域は、人間の犠牲を減らすため、そして闇鬼になった人たちを助けるために、死体を利用してでも反闇鬼化の実験を進めなければならなかった。その代償は、そう、被験者となることを希望した元生き餌の闇鬼たちも、あなたも被害者だよ。でもこれだけは忘れないで。その人たちも、あなたのお母さんも偉大な存在なんだよ。お母さんの部屋に行こう。そこに全ての答えがあるかもしれない。たちが身につけていた勲章。そう、お母さんは被験者たちのことを忘れてはいなかった。まさか、私の翡翠、これは前に見たような気がする。これはお母さんの日記。背が伸びたわね、チェンシン。これからきっと迷うこともたくさん出てくると思う。大事な時にそばにいてあげられなくて本当にごめんね。でもどの道を進もうと後悔のないようにしてほしい。お母さん、行っちゃうの？どうか許してチェンシン。お母さん、私、本当にごめんね。いや、お母さん。最後にお時間をいただきありがとうございました。私こそありがとう。長い間苦労をかけたわ。最終データは全て
サーバーにバックアップ済みです。反闇鬼化研究の第一段階は結局は失敗に終わってしまいました。被験者たちも私ももう二度と元には戻れない。もう限界です、ヒーロー様。最後に楽にしてあげてください。あなたは役目を果たしたわ、チェン。あとは私に任せて。大丈夫？俺は大丈夫だよ。よかった。それじゃあいよいよここでお別れね。お別れ？うん。蜃気楼サーバーは完全にシャットダウンしてもう接続できなくなってるわ。でもありがとう、あなたのおかげでやっと過去から解放された。当然だろ、仲間なんだから。うん、行こう。ふもとの村から子供が行方不明になったって連絡を受けたんだけど、どうやらもう大丈夫みたいね。まあね、何もないのが一番。さて持ち場に帰ろっか。待ってください、私も連れてってくれませんか。心に決めたのね。はい、来て。彼女ならもう待ってるわ。お母さんの研究を引き継ぐつもりなのか。私には研究の才能はないけど、流域を守りたいという信念はお母さんと同じなの。今はとりあえずそれに向かって突き進みたい。ありがとね。
Ugh.
金は持ってきたか？準備はできたみたいね。
よっ。